斎藤隆は日本中央競馬会立東トレーニングセンターに所属する調教師。神奈川県出身。中学時代に同級生の影響で競馬ファンとなり、高校時代には1ヶ月間住み込みで牧場の仕事を経験。視力が良くなかったことや運動神経に自信がなかったことから目標を調教師に定め、日本十一区産大学に進学。在学中には、 機業技術への自信喪失から進路に迷いが生じたが、同大学の OB であった小松温泉牧場の馬場から紹介されたアイルランドでの研修により、競馬会に進む決意を定めた。大学卒業後は、同大 OB が多く働くノーザンファームに就職し、ノーザンファーム早北の林急舎で2年間を過ごす。その後、2007年6月に、競馬学校給務員課程に入学。 卒業後、グリーンウッドトレーニングでの待機期間が始まって間もなく、松永美きお調教師から誘いを受け、翌2008年2月より、松永美きお旧社に、旧務員として所属。同年8月より、調教助手となる。調教助手時代には、レッドディザイーの調教に携わる。2014年12月、調教師試験に合格する。2016年3月19日、 中京 12R でゴールドエッセンスが一着となり、開業から5戦目で JRA 初勝利を挙げた。2018年12月19日、全日本2歳優秀をノーバレンダで制し、中央、地方を通じての重賞初制覇を飾る。2019年2月11日、クイーンカップをクロノジェネシスで制し、JRA 重賞初制覇。同年10月13日、 中華賞をクロノジェネシスで制して JRA での初 G1 制覇を果たした。2020年11月8日、現役では155人目となる JRA 通算100勝を達成した。2020年12月27日、有馬記念をクロノジェネシスで制した。38歳での有馬記念優勝は1984年の グレード制導入後の最年少記録となった。カッコ内は、当該場の優勝重賞競争、太地は GIQ 競争、斉藤隆の年度別成績を参照。ありがとうございます。